時の牢獄へ行くのです。うん、うん、you
戻ってきたの。念のため。あ、ちょうどよかった。このお仕事にするのね。今回言ってもらうのはアリステルの可能性世界ね。アーティファクトの反応はアリステル城の地下からよ。これだけ大きな反応は珍しいから、アーティファクトに誰かが細工したりしてるのかも。何があるかわからないから十分注意して。ああ、分かっている。いい返事ね、マル。それじゃあ行ってらっしゃい。無理は禁物だからね。ここは城の地下か。プリズムに反応があるな。確かこの先にはフェンネルの秘密研究所があったが、あそこに行ってみるか。あれは、アーティファクトはあそこか。行ってみるしかなさそうだな。様の亡きがらをこの魔導兵に組み込んだというのは本当か？大声を出さずによく見てみ。これぞ人体の機械化の究極形よ。これによって肉体を超越したノアは名実ともに神となったわけだ。機械仕掛けの神というやつよ。お前さんが怒る理由がわからないよ、ヒューマン。これからもノアのそばにいられるのじゃぞ。馬鹿を言うな。このようなもの、死者への冒涜、ノア様は望んでいるはずがない。やつは魔導技師、魔導との一体化を望まぬはずがないというに。フェンネル、ノア様を魔導兵から取り出せ。元に戻すのだ。何を言う。この魔導兵こそ今のノアであり、ノアそのものじゃよ。じゃあ魔導兵の中にノア様の遺体があるってのかよ。そうじゃ。これからも奴はこの国には必要じゃからな。死んで土に帰ることもできんと。かわいそうなの。フェンネル、その魔導兵を見過ごすわけにはいかない。うるさいのはゾロゾロと。お前さんたち、邪魔する気なら神の裁きを受けるがよいわ。起動。僕に任せて。みんな頑張ろう。やらせはしない。これで。しまった。今だ。倒
どうだ。飛んでおれ。うん、せいや。まだ引っ掛けちゃうの。くらえ。うわあ。ごめんね。でも譲れないの。終わりだ、フェンネル。何を言っておる。神は死なぬもの。自動的に修復され続けるのだ。機械仕掛けの神は永遠よ。そんなことはさせぬ。何をしても無駄じゃよ。ノア様、どうか安らかにお眠りください。ヒューガ。愚か者め、わしの技術の結晶を何だと思っておる。ああ、いかんぞ。このままでは自動修復が間に合わぬ。おお、わしの最高傑作が。ああ、これではもうしまいじゃ。これは俺が預かる。あんたがもう二度とバカなことはしないようにな。アリステルにはどう考えてもまだノアが必要だった。たとえ死体であったとしてもな。それをお前たちはノアなしにこの国がやっていけると思うのか？これまでずっとノアに頼ってきたこの国が。少なくとも人が魔導に支配される未来など誰も望んではいない。魔導は人を助けるためにあるもの。違うか？彼の言う通りです。そうでしょ、ヘンネル。ノアだと？科学的な、こんなことはありえん。ノアは死んだのだ。消えろ。消えぬか。こうなったら間違っても幻覚など見ぬよ。さらなる人体の機械化を。完璧な魔導との融合を成し遂げてみせるわ。うん、これを君に預けましょう。私の機械化された体のコアです。私が存命できたのもこれがあったおかげです。このコアがあればもう一つの閉塞した可能性を切り開くことができるでしょう。可能性を切り開くか。ノアは全てを知っていたのだろうか。今となっては永遠の謎か。おかえりなさい、ストック。怪我はしてないみたいね。よかった。ああ、心配ない。これを。マルネ、ストック、ありがとう。これでまた一歩砂漠化の阻止に近づけたと思う。実はノアからあるものを受け取ったんだが。予測した可能性を切り開くことができるって言われたのね。どういう意味だかわかるか？
さっき見せてもらったコアはアーティファクトじゃないし、閉塞した可能性か。なんだろう。いや、あのデクの人形を見て死んだものだと判断していたが、推測でしかない。ノアが生きている可能性がまだあるということか。確かにそれなら可能性世界のノアの言葉もしっくりくるね。問題はノアのくれたコアを誰に見せるかってこと。ノアと関わりの深い人物、その中でもノアの現状を秘匿しているヒューゴだろう。うん、でも見せるときは慎重にね。ああ、そうだな。お前に聞いておくことがある。本当はノアはまだ生きているんじゃないのか。どうしてそれを。でもノア様が死んじゃったからヒューゴが好き勝手してたんじゃ。死んでいなくても人前に出られないほど体調が思わしくないということもあるだろう。これがあればノアは復調するんじゃないか。それはまさか。一体どこで。ある男に託された。ノアは今どうなっている。詳しく話せ。ノア様の機械化されたお体は機能不全で限界だった。そのため仮死状態にして保全してあるんだ。フェンネル医師に頼んでな。フェンネルだと。だがフェンネルはお前が。そうだ。私が正気を失っている間に手にかけ破壊してしまった。今さらそのコアが手に入っても、奴がいなければノア様は、私は何ということを。やれやれ、ノアが復調する可能性を知り、わしを殺したことを悔やみ始めたか。わしはノアを生かすためのパーツではないのじゃぞ。フェンネル、なぜ生きている。あの時私は。時の魔剣ヒストリカを使えばお前さんが正気を失って襲ってくることぐらい想定内よ。予備エネルギーと修復プログラムを仕込んでおいて正解だった。おお、さすがアリステル随一の魔導学者。人を破壊しておいて調子のいいことを言おる。それについてはすまなかった。お前さんのハゲ頭など見ても面白くもない。それよりも早くノアのところへ行くぞ。ノアはどこにいる。ノア様は
この奥にある隠し部屋で眠っておられる。創生作業は繊細な工程ばかりじゃ、ゾロゾロとついてくるでないぞ。コアを持っているお前さんは来い。これはわしの知っているコアとは違うぞ。いわば改良版といったところか。ほほう、魔導兵のコアユニット機構との融合とはなんという飛躍的発想。確かにこの設計思想ならば従来の欠陥を克服できるぞ。おお、本当か。また元気なお姿のノア様にお会いできるのだな。しかしこれを作った者は天才か、それとも狂人か。ノアの命の危険を考えれば、ここまで大胆な試みをできるはずがない。ノア自身の死体でも使って実験していたならば話は別だが。ノーガキはその辺にしてくれ。コアを使えばノアを救えるんだ。その質問に答えるならば否じゃ。このコア自体はすでに損傷しておる。先ほど欠陥を克服できると言ったではないか。早とちりするでない。こいつのおかげで使われている技術は分かった。今からコアに改良処置を施す。成功すればノアを仮死状態から蘇生しても問題ないはずじゃ。わしの腕前をよく見ておけ。ここは私は今まで。おお、ノア様、お目覚めになられましたか。この日をどれほど待ちわびたことか。ノア、起きたばかりで悪いが、この国の現状を説明させてもらう。ええ、お願いします。私は今こうしていられるのも、君の持ってきてくれたコアのおかげです。ありがとう。気にするな。だがすぐに国を出るというのは。私が眠っている間にいろいろとあったようですから、このまま死んだことにした方が良いこともあるでしょう。今アリステルは新しく生まれ変わる時、そして私は歴史の表舞台から去る時です。アリステルの民一人一人が自立し、自らの足で歩むために、私も新たな一歩を踏み出すことにします。私はノア様についていくことにする。今の私がこの国にできることなどもはやない。表向きにはノア様同様死んだことにしておいてくれ。ノアの蘇生の可能性を知った連中にはどう説明する。お前が蘇生に失敗し、ヒューゴはノアの後を追い自殺ということにする。わしが失敗したことになるのは納得がいかんが、仕方あるまい。コアや今回の蘇生処置で楽しませてもらったからな。我慢してやるわ。ではそろそろ行くとしましょう。魔導兵用の搬送通路を使えば見つからずに脱出できるだろう。達者でな。ええ、フェンネルも。そしてストック、可能性の人よ。夢うつつの中、君が尽力している姿を見ていました。これからもアリステルは世界を頼みます。お待ちください、ノア様。
わしはこれからも好きに魔導の研究をさせてもらうぞ。ああ、好きにしろ。戻ってきましたね、ストック。来てくれたのね、ストック。一緒にお仕事頑張ろう。このお仕事にするのね。今回ここは歴史的な価値があるから私もついていこうと思うの。いいかな？別に構わないが、今まで調査したことはなかったのか？調査したいとは思ってたんだけど、魔物が強いせいで一人じゃなかなか難しくてね。でもストックが一緒なら安心じゃない？そういうことか。魔物のことは心配するな。うん、頼りにしてるからね。帝国跡地に着いたようだな。どうした？今回は随分落ち着いているな。それどういう意味？今まで一緒に来るとその地の歴史について語り始めようとしていただろう。ストックが聞きたいなら話すけど。いや、それはまたの機会に頼む。やっぱりそう言うと思った。プリズムの反応があるな。これだとそう遠くはなさそうだな。なら早速遺跡の中に入ろっか。ここ書物の紙片が落ちてる。ボロボロだけど頑張れば読めそう。何と書かれているんだ？ちょっと待ってね。名もなき小国が勝利を重ねていき、やがてこの大陸を統一して、これが帝国の始まり。大陸統一を可能としたのは魔導の力。この力で帝国は未来を読むことさえできた。そんな感じのことが書かれているみたいね。他には何か書いてないのか？残念だけどこれ以上のことはわからない。他を探した方がいいかもね。見て見て、ストック、ここに本の紙片みたいのがある。少しだけど読めそう。何何？読み取れた部分をまとめるね。皇帝と皇后の間には王子と皇女の二人の子供がいて、魔導の勉強をさせていたみたい。でもこれが帝国最大の悲劇を生むきっかけになった。この悲劇とは何だ？今の大陸に起きていることを考えれば砂漠化の原因だろうが。まあそう考えるのが妥当かな。しかし気になるな。これ以上を知るには他の手がかりを見つけないと罰ね。
ちゃってるけど、ちょっとなら読めると思う。頼むぞ、ネメシア。うん、任せといて。突然、皇帝皇后、そして皇女が姿を消す事件が起きて、その頃から大陸からマナが失われ始めた。一人残った王子がマナ消失の問題を解決しようと大陸中を旅したけど、ダメだった。有益な情報はこれくらいかな。今出てきた王子がグランオルグを建国したアリウムということなんだろうか。多分そうなるんだろうと思う。もう少し詳しいことはわからないか。うん、残念だけど。そうか。さてと、次はどこを調べようかな。ストックもいることだし、もっと奥に。ただそろそろ本題のアーティファクトも探した方がいいと思うな。途中でちょっと忘れてただけだからね。ちゃんとアーティファクトの反応も追ってたから。それで目星はつきそうか。うん、でも反応がちょっと変で、私たちが動いてないのに近くなったり遠くなったりしてる。アーティファクト自体が移動しているんじゃないか。なるほどね。あ、動きが止まった。ここからそんなに遠くないみたい。今が絶好の機会だ。場所を突き止めるぞ。アーティファクトを持っているのはあそこにいる魔物か。うん、間違いない。ネメシア、下がっていてくれ。うん、ストック頑張って。負けられない。無事にアーティファクトを回収できたな。お手柄なストックに丸あげちゃう。それじゃあそろそろデュナミス号に戻ろっか。もう調査はいいのか。もっと調べたい気持ちはあるけど、それを言い出したらキリがないもの。アーティファクトも回収できたしね。わかった。アーティファクトの回収も遺跡調査もできて、今回はとっても満足。そうか、
ならよかった。忘れないうちに渡しておこう。ありがとね、ストック。いろいろ助かっちゃった。さあ、このお仕事にする。今回の行ってもらう場所は帝国跡地なんだけど、どうも様子がおかしいのよ。普通じゃないっていうか。可能性世界はいつもどこか普通ではないと思うが。そういうことじゃなくて、アーティファクトの反応はあるにはあるんだけど、時々消えたりして、なんか奇妙っていうか普通じゃないんだって。いずれにせよ行ってみるしかないだろう。あんたもついてくるか。帝国跡地の可能性世界なら歴史に関する発見があるかもしれないぞ。行ってみたいけど、今回はお留守番かな。不測の事態も考えられるし、ちょっとその不気味だし。もし困ったことがあったらここに戻ってきて。わかった。では俺一人で行ってこよう。お願いね。あ、もし帝国のことわかったら教えてくれると嬉しいな。ここは帝国跡地だが、しかしどうなっている。可能性世界とはいえ、ボロボロの廃墟にこんなに人がいるとは。どこかにアーティファクトがあるとの話だが、とにかく情報を集めるしかないか。今こっちを見ていなかったか。俺に何か用か。お前、まさかネメシアなのか。いや、違うか。別の場所に飛ばされた。一体どうなっている。
ええ。ああ。見つけたぞ。お前はネメシアじゃないのか。どうして黙っている。俺に用があるんじゃないのか。またか。あれがこの可能性世界のネメシアだとすると、目的は何だ。何かしてほしいように見えたが、話してくれ。一体なぜこんなことをする。この反応はアーティファクト。やはりネメシアなんだな。マル、あなたは希望、私を助けて。待て、ネメシア。助けてか。お帰りなさい、ストック。アーティファクトは無事回収できた？ああ、心配ない。これを。まるね、ストック、ありがとう。これでまた一歩、砂漠化の阻止に近づけたと思う。それで、帝国跡地の様子はどうだった？なんか不思議なこと起こった？ああ。跡地に残っていた思念が、まるで生きた人間のように生活していた。民は帝国の生活に、おおむね満足していたようだったな。へえ、魔導技術のおかげで栄えたのが民には良かったのかもね。そうかもな。それにしても不思議。アーティファクトが残留思念を形にしてたって考えるのが丸なのかな。一番の不思議はその中にネメシアもいたことだ。助けてやるからな。急に何の話？いきなり変なこと言うのはバッツ。そろそろ教えてほしいことがある。俺はあんたの頼みでアーティファクトを集めている。うん、ちゃんと回収してくれるからとっても助かってる。それで何を知りたいのかな。あんたはアーティファクトを集めて具体的に何をするつもりだ。それは、過去に帝国が起こした事故の影響でこの大陸の砂漠化が始まったことは前にも話したよね。具体的にはその事故によって生じたあるものが大地のマナを今も吸い続けているの。それが砂漠化の真相ということか。
砂漠化を完全に止めるには、そのあるものを倒す必要がある。アーティファクトは、そのために必要なものの、いわば部品というわけ。倒すために必要？つまり、武器なのか？武器？そうとも言えるかな。正しくは別の言い方になるけど、すでにストックが持っている魔導書と同種の存在、その書の名前は赤白く。赤白くだと。帝国の残した魔導書、白白と黒白は、時を渡り歴史をやり直すための書。そして赤白は、他の世界の可能性を知るための書よ。他の世界の可能性、まさか。気づいた？まるね。でもその赤白は、あることがきっかけで壊れ飛び散ってしまったから、それを修復するのにアーティファクトがどうしても必要なの。ネメシアがアーティファクトを集めるのは赤白のためだったのか。実はこの船も赤白が生み出したアーティファクトなんだけど、気づかなかったでしょ。ああ、この船にそんな秘密があったとはな。ストックのおかげでたくさんのアーティファクトが集まってきてる。でも飛び散ってしまった赤白を修復するのにはあと少し足りないの。まさに乗りかかった船というやつだな。最後まで付き合おう。よろしくね、ストック。この外伝の世界へ行くのですか？ねえストック、最近ちゃんと休んでるの？どうしたんだ突然。ストックがいつも頑張ってるのはあたし知ってるの。でも頑張りすぎは良くないの。お休みだって大事なの。あとの言う通りだな。ただこれといって何をしたらいいか思いつかないな。泉？マナが湧き出る聖なる泉なの。疲れも取れてスッキリなの。こっちなの。おい、あとどこに行くんだ？ここなの。この先に聖なる場所があるの。こんなところがあったのか。どうしたんだ？泉、入っちゃダメだって。なら、その魔物をやっつけちゃえばいいの。それがいいな。あんたもそれで構わないな。ありがとう。みんな、行くぞ！泉のために頑張るの！あたしに任せて！
終わったな。これで心配はいらないだろう。ありがとう。そうだな。沐浴するだけで体の疲れが抜けていく気がする。マナを浴びるのも悪くないな。ん？誰か来たようだが、あの人影は。いや、ストック、先に入ってたんだね。ああ。気持ちいいね。いつも危険な任務ばかりだけど、たまにはこういうのもいいよね。あとは元気になる泉だとか言っていたな。やっぱり普通の泉とは違うのかな。薬とかの材料とかにできたりさ。この水、すごく澄んでるよ。ほら。泉のことがそんなに気になるのか。何かの役に立つかなって。ほら、僕らの任務には怪我がつきものだし。そういうことか。お前の気遣いには、いつも助けられているな。急にどうしたの？改めて言われるとなんか照れくさいな。深い意味はないが、俺の本心だ。とにかく今日はマルコもしっかり体をいたわってくれ。うん、ストックもね。まさか泉の水を飲む気なのか。ああ、それ名案だよ。いや、俺はそういうつもりでは。すごく美味しいよ、ストック。本当だから信じてよ。ちょっとだけ、ちょっとだけでいいから飲んでみてって。わかった。飲んでみよう。本当だ。なんてうまさなんだ。でしょ？こんな発見があるとは。いろいろ試してみるものだな。ストックか。ああ、こうやってお前と水浴びしてると入隊したての頃を思い出すぜ。あの頃は訓練の後一緒に汗を流していたからな。新兵ばかりで芋洗い状態だったんだよな。あの頃はお互い今のようになるとは思ってもみなかった。まったくだ。にしても聞いてた通り、ここでの水浴びは格別だな。気に入ったぜ。今度ソニアを誘ってみたらいいんじゃないか。それはいいかもな。あいつも喜んでくれそうだ。ソニアとはうまくいっているようだな。まあな。ソニアには怪我の治療やらガントレットの調整やらで世話になりっぱなしだ。俺からももっといろいろしてやりたいとは思ってるんだけど、なかなかな。なら少しずつできることからという感じか。となると
戦場での怪我を減らすことからだな。あまり心配はかけたくないしな。ああ、それがいいだろうな。あとが言うには、ここは元気になる泉らしいぞ。気持ちいいだけじゃなくて、体にもいいのかよ。じゃあこれからは時々水浴びに来るのもありだな。もしそうするときはお前も誘うけど、いいよな。俺を？お前にも息抜きは必要だろ。俺が言うのもなんだが、働きすぎなところがあるからな。それによ、たまにはこういう裸の付き合いってのも悪くないだろ。ま、そうだな。その時は気軽に声をかけてくれ。ん？赤いのなのか。そうだが。すまんな、まだ見分けがな。いや、気にするな。そのうち覚えてくれればいい。それにしても、すごいマナの量だな、ここは。赤いのにもわかるか。まあ、後に教えられていたからそう感じるだけかもしれないが、ここの空気や水は体によく馴染むだろう。ああ、この泉に浸かっていると心身ともに安らぐ気がする。マナは生きるもの全ての根源だからな。この機会に養生した方がいい。お主は少々気を張りすぎておる。そうさせてもらおう。みんなに心配をかけるわけにもいかないからな。すごい体毛の量だな、ガフカ。いや、前から分かってはいたが。そうか。わしからすれば人間たちは毛が少なすぎる。毛とは肌を守ってくれるもの。確かに寒さに対しては役に立ちそうだな。どうした？急にうなり出して。いや、何。お主がわしと同じような体毛だったら、赤いのから金色のになると思ってな。想像してみると違和感しかないな。そうだの。わしも体毛が急に減ったら奇妙な感覚がするだろうな。やはり生まれつき持ったものがしっくりくるということだろうな。あ、ストックも来てたんだね。この泉、マナがあふれるって聞いてたけど、本当にすごい量。わかるのか。うん、私は魔法戦士だからね。マナを感じる力が強いんだよ。なるほどな。もしこのマナが使えたら。随分と真剣な顔をしているな。何か考え事か。ああ、ここのマナで私の魔法もっと強くならないかなってちょっと考えたんだ。もっと強ければストックのこと守ってあげられるのにって。心配をかけたな。俺ももっと精進しよう。ストックは今だって強いよ。いくら強くても、それでも私はストックが怪我するのを見たくないから、私がストックを手助けしたい。守ってあげたいんだよレイニ。
ストックは私にとって大事な仲間だからね。ごめんね、急にこんな話しちゃって。いや、ありがとう。これからもよろしく頼む。うん、せっかく来たんだから今はしっかり沐浴して日頃の疲れを取らなきゃね。今日のレイニーはなんだか普段と違うな。ストック急に私のこと見つめてきて、どうしちゃったの？ああ、すまない。レイニーのことが気になってな。ストックが私のことを。そんなに不思議なことか？不思議は不思議だけど、すごく嬉しいっていうか、だって私はあんたのことが。顔が赤いが大丈夫か？俺はレイニーがいつになく真剣な顔をしていたから気になっただけなんだが。はあ、気になるってそういうこと。そりゃそうだよね、ストックだし。もっと女のことして意識してくれてもいいのに。今何か言ったか？ううん、なんでもない。せっかく来たんだから今はしっかり沐浴して日頃の疲れを取らなきゃね。あとが誘ってくれたおかげで日頃の疲れが取れそうだ。頑張ったストックにはいっぱい水をかけてあげるの。この泉にはよく来るのか？あとはシャーマンだから時々来るの。シャーマンであることが関係あるのか？ここの泉には魂をきれいにする効果もあるの。シャーマンは綺麗な魂じゃないといけないっておじいちゃまが言ってたの。そういうことか。あと立派なシャーマンになって迷ってる魂を助けてあげたいの。頑張れよ、あと。俺も応援している。また来よう。俺からも後にかけてやろう。本当？ならお願いしたいの。冷たくて気持ちいいの。よし、もっとかけてやろう。やるなぁと。俺も負けないぞ。そら。アトもストックもびしょ濡れなの。ああ、マナが体に染み渡るとはこういうことか。神聖な泉ではしゃぎすぎたかもしれないな。とっても楽しかったの。ストック、また一緒に来たいの。ああ、また来よう。え、ストックですか？ああ、エルーカもこんなところに来るんだな。ええ、時折。ストックと沐浴というのは気恥ずかしいものがありますね。以上に
嬉しくもあるのですが。何か言ったか。いえ、何も。他の方々とはご一緒ではないのですか。ああ、そうですか。そういうエルーカも一人だろう。ストックはいろんな方に慕われているので、このような時も誰かと一緒なのかと思いまして。そうだな、最近は誰かと一緒に行動することが多いな。エルーカだって次女と一緒の時が多いだろ。それと似たようなものじゃないか。確かにマリーが一緒にいることは多いですが。そういえば彼女とは長い付き合いなのか。ええ、マリーに身の回りの世話をやってもらうようになってからだいぶ経ちますね。彼女はどんなことをするのが仕事なんだ。着替えや入浴といった日常生活からレジスタンス活動時のフォローまで、本当にいろいろと助けてもらっています。もしかしてストックはマリーのことが気になるのですか。単にエルーカの近くにいるものがどんな人間なのかと思ってな。はあ、なるほど。ストックが興味あるかは分かりませんが、マリーは髪の手入れが上手なんですよ。先発だけでなく髪を溶かしてもらうときもとても心地よくて好きなんです。だからエルーカの髪はそんなに綺麗なのか。ありがとうございます。このようにお話ししながらの沐浴もいいものですね。ああ、そうだな。なんだか楽しそうだな、エルーカ。ええ、ストックと沐浴していて思い出したことがありまして、幼い頃は時折兄と入浴していたなと。年を重ねるにつれ一緒に入浴することはなくなりましたが、兄の背中はよく覚えています。思えば幼い頃の私は何かと兄の後をついて歩いていた気がします。転んだりするとすぐ私のところに戻ってきてくれて。あ、すみません、こんなことを急に言われても困ってしまいますよね。いや、そんなことはない。昔のエルーカを知ることができたからな。それならよかったです。エルーカ、何でしょう。また気が向いたらエルーカの子供の頃のことを聞かせてくれないか。それはぜひ。先客がいると思ったらストックじゃない。あんたもこの泉を知っていたんだな。まあね、マナ浴ができる丸な泉なんて今じゃ貴重だから前から気になってて。実はね、古文書にもこの泉らしき記述があるの。あ、もしよかったら詳しく話すけどどうかな。それではこの泉について教えてくれないか、ネメシア先生。ネメシア先生、うん、それすごく丸。それじゃあ早速始めるね。泉の記述についてだけど、古代帝国の繁栄していた時代に記されたものが一番古いかな。マナは命の源だから浴びるのは体にいいってことで、マナ浴が帝国の人たちの間で流行していたの。それでね、
のマナ欲が特に女の人に流行したのは効能が理由でね。端的に言うと、疲れに丸、お肌に丸、何でも丸、こんな感じ。ネメシア、頼んでおいて悪いが、俺はそろそろ上がろうと思う。そう？まだまだ話すことあるけど、詰め込みすぎは罰だからまた今度かな。ありがとう。今日はいろいろと勉強になった。それより、ネメシア自身のことを教えてくれないか？気になるんだ。歴史学者ということ以外詳しく知らないからな。鈍感そうなストックに興味を抱かせちゃうなんてびっくりね。ははーん、普段見ない姿を見て私の魅力に気づいちゃったのかな。魅力なのかはわからないが、ネメシアにはなんとなく親しみのようなものを感じるな。あ、それわかる。初めてストックに会った時からなんか話しやすかったし。ああ、そうだったな。私たち意外と波長が合うのかも。どうしよっか、ストック。いや、どうもしないの。こういう時はさ、運命が俺たちを引き合わせたのかもな、みたいなノリで返してきてよ。無茶を言うな。無茶しても許してくれる感じがあるからついね。ネメシアにはすでにいろいろと無茶を言われている気がするが。まあまあ、とにかくこれからもよろしくね、ストック。この外伝の世界へ行くのです。いや、よく来てくれた。実は帝国跡地の調査に向かったマルコ君とアト君が戻らないんだ。マルコとアトが？一体何の調査に向かったんだ？我々に協力してくれているサティロス族から報告があってね。さまよう魂の大きな反応が帝国跡地で見つかったんだ。さまよう魂か。なるほど。その魂を鎮めるためにアトが向かったのか。そう、マルコ君は彼女の護衛としてね。簡単に終わる任務だと思ったんだが、こんなことになるなんて。僕の読みが甘かったようだ。いや、きっと不測の事態が起こったのだろう。わかった、行ってくる。ああ、頼むよ。くれぐれも気をつけて。この中にマルとアトが。マルコは機転が利く男だ。それが連絡を取れない状況に追いやられた。気を引き締めていくぞ。ずいぶん奥まで来たが、二人はどこだ。マルコ、気を失っているようだ。早く助けに行かないと。負けられない。
あと、無事か？ストーク、助けてなの？これは、どうなっているんだ？これって、魔法による呪縛だよ！魔法だと？一体どうすれば？マルがこういうの得意なんだけど。マルコを探すしかないか。すまない、アト。もう少し我慢してくれ。うん、でも早くしてなの。蹴散らしてやる。怪我はないか？ごめんね、ストック。一体何があったんだ？任務でここに来たんだけど、何者かがアトちゃんをさらっていったんだ。僕、その時に気絶させられちゃって、そこから先は記憶が。お前が無事でよかった。動けるか？うん、体は何ともないよ。アトちゃん、助けに行こうよ。負けられない。負けられない。アト、無事か？魔法で呪縛がかけられてるね。一体どうすれば？僕がやってみるよ。マルは薬や回復魔法を勉強していたもんね。まずはアトちゃんを捕らえている魔法の術式を調べないとね。あ、これって魔導技術に使われているのと同じ術式だ。でもどうしてそんなものが？でもよかった。この間勉強したばかりだから、これならバッチリ解ける。アトちゃん、すぐに助けてあげるからね。もう早くお願いだぞ。助かったの。お手柄だな、マルコ。それほどでも。それじゃ、あのさまよう魂を探しに行くの。わっ、今のって。奥の方からすごい気を感じるの。きっとさまよう魂なの。よし、奥に向かおう。一気に行くぞ。うん、せいや。や。ふっ。この調子で行こう。禍々しい木なんだ。すごい恨みなの。あれを天に返してあげるのがシャーマンの仕事なの。やれるか、アト。近づけないの。ならば
後がやりやすいように奴を弱らせるしかない。行くぞ。どんな相手でも勝つ。やったね、アトちゃん。でも、みんなのおかげなの。そうだな。特に、マルコの知識がなければ、アトを救い出せなかった。そんな、出れなくていいよ。今回は、アトとマルのお手柄。ああ。よし、ナウルに報告しに戻ろう。いや、事件は無事に解決したようだね。ところで、事件の真相は何だったんだい？昔、あそこで大きな事故があったの。その時に死んでしまった人の霊がたくさん集まってたの。もしあれが遺跡から出てきたら、大変なことになっていたの。でも、アトちゃんがシャーマンの力で、ちゃんと天に返したので、もう安心してください。君たちに任せて正解だったようだね。本当にご苦労様。心ばかりだけど報酬も用意してあるよ。ぜひ受け取ってくれ。また何かあったら頼むと思う。それまではよく休んでくれ。戻ってきたね、ストック。念のため。この外伝のせ。いや、よく来てくれた。実は困ったことがあってね。我が国の機密がアリステル残党軍に漏れているんじゃないかという情報があったんだ。え、それって内通者がいるということか。残念だけどそういうことだろうね。早急に対処せねばなりませんね。その内通者の特定と確保が俺たちの任務ということだな。ああ、その通りだよ。内通者は裁きの断崖でアリステル残党軍と定期的に接触しているらしい。そして次の接触は今夜あたりなんじゃないかという情報も得ている。ではすぐに俺たち3人で裁きの断崖に向かうことにしよう。2人ともそれでいいな？もちろんです。残党兵と内通者に気づかれないためにも少数の方が都合いいしね。急な話で申し訳ないけど3人とも頼んだよ。
に内通者が現れるって話だけど、どこで見張るのがいいんだろう。裁きの断崖と一口に言っても結構広いですからね。そうだな、手分けして見張る方がいいだろう。この辺りで接触するならオアシス付近か街道に分けられるけど、この辺りの街道なら隠れられるところがないから一人で十分だろう。だがオアシスは樹木の影など死角がある。二人で見張りたいところだな。ではストックが私たちのどちらかとオアシス付近を担当、そして残った者が街道の方を見張るというのはどうでしょうか。私もそれでいいよ。そうだな、ではレイニーとオアシスに向かおう。わかりました、街道の見張りはお任せください。それじゃあストック、急いでオアシスまで行こうか。ああ、ねえストック、本当にここに現れるのかな。ラウルを信じよう。あいつが全く信憑性のない情報で俺たちに指示を出すとは思えない。そうだね、あの人ああ見えて意外に切れ者だしね。そうだな。まずは内通者の確保、それが重要だ。そうじゃなくて、そうじゃなくてさ、国も新しくなってこれからは平穏な日が続くと思うんだ。ああ、俺もそう思う。ラウルならば人々が幸せになれる平和な国家を目指すだろう。私たち兵士はさ、そうなった時どう過ごすのかなって。戦いがなくなった世界でさ、自分がやりたい目標を見つけられるのかなとか、一人で寂しい時隣に誰かが寄り添ってくれるのかなとか。考えたこともなかったな、平和な世界でどう過ごすか。すごく大事なことだな。うんうん、だよね。困ったな。正直何をやりたいのか皆目見当もつかない。その気持ち私もわかるよ。え？私も昔目標とか目的をなくした時があったから。でもそんな時隣に誰かいてくれたら、そういう不安も吹き飛ぶと思うんだよね。それでさ、ストック、もしよかったら、私と一緒にやりたいこと、探してみない？レイニーと？うん、とか、言ってみたり。そうだな。俺一人では見つけられないことも、レイニーがいたら見つけられるかもしれない。本当？あ、ありがとうレイニー、これからもよろしく頼む。ストック、そろそろ火を消して身を隠そう。アリステル残党軍だ、間違いない。ここで内通者と落ち合うつもりだろう。
ピエールだ。では行くぞ。妙なところで出会ったね、ピエール。アリステルの残党軍に情報を流してたのはお前だったんだな。僕、裏切ったんですよ。開き直ったね。とにかく、これで終わりだよ。仕方ないな。痛い目を見てもらう。負けられない。せや。せや。またねまとめて片付ける。しまった。すまない。なんとか勝てたね。無駄な抵抗はやめろ、ピエール。そう思うなら、最初からこんなことしないでよね。これ以上、妹を悲しませないためにも、罪を償うしかないぞ。はい。では、エルーカと合流して、グランゴルグに戻るぞ。まさか、ピエールが内通者だったとはね。ピエールはすっかりおとなしくなっているが、念のため牢に入ってもらった。反省はしてるみたいだけどね。やはりピエールは罰せられるのですね。無罪放免とはいかないからね。だがもしアリステル残党軍の有効な情報を得られるなら、それと引き換えに多少の減刑はあるかもしれない。まさか二重スパイに仕立てる気か。君は彼に務まると思うかい？いや、無理だろ。だよね。今回は急な要請にもかかわらずよくやってくれたね。報酬を受け取ってほしい。また何かあったら頼むと思う。それまではよく休んでくれ。戻ってきたね。念のため。この外伝の世界、そうだな。ではエルーカとオアシスに向かおう。うん、了解。それじゃあ街道の見張りは私に任せて。それでは私たちはオアシスに向かいましょうか。ああ。緊張しているのか？ええ、少しばかり。ですが、ストックが一緒で非常に心強いです。それにしてもなかなか現れませんね。こういった任務は忍耐力が重要だ。焦らず待つしかない。慣れているのですね。俺たちは
以前はアリステルの情報部に所属していたからな。俺たち、それはマルコさんやレイニーさんのことですよね。レイニーさんはいつもストックと一緒にいるのですか？ん？まあそうだな。レイニーが気になるのか？いえ、そういうわけでは。その、私、殿方と二人きりというのがあまり経験がないのです。ストックだからお話ししますが、殿方が少し怖いというか、レイニーさんは平気なのかと。そういうことか。レイニーの場合、昔から男だらけの傭兵団で鍛えられているせいだろう。あいつが俺に気兼ねしない分、俺も一緒にいて気が楽だ。そうなのですね。エルーカだって今は俺と二人きりだぞ。それは、ストックなら大丈夫なのです。ん？あなたは、ストックはお兄様に似ていますから。兄か。ええ、とても優しい兄でした。私が不安がっているといつも手を握って大丈夫だと言い聞かせてくれて、手を握られていると不安が和らいで安心した気持ちになったのを今でも私は覚えています。そうか。ストック、一つお願いを聞いていただけますか？どうした？その、少しの間だけでいいので、手を握ってもらえませんか？わかった。行こうか。ストックの手、大きいですね。それに、とても暖かい。そうか。自分では気づかないものだな。そうかもしれませんね。そろそろだな。いや、そうじゃない。内通者が来る頃だと思ってな。そうですよね。任務に集中しなければ。火を消して身を隠そう。わかりました。アリステル残党軍だ。間違いない。ここで内通者と落ち合うつもりだろう。あれはまさか。ああ、ピエールだ。では行くぞ。ピエール！エルーカ様。アリステルの残党軍に情報を流してたのはお前だったんだな。ピエール、答えてください。僕、裏切ったんですよ。なぜとは今は問いません。ですが、これ以上罪を重ねさせません。おとなしく私たちに従いなさい。仕方ないな。痛い目を見てもらう。負けられない。いけるな。
かりました。しまった消えなさい。回復を。せや。無駄な抵抗はやめろ。ピエール、妹さんが悲しむようなことはもうしないでくださいね。エルーカの言う通りだ。バカなことは考えるなよ。はい。ではレイニーと合流してグランゴルグに戻るぞ。まさか。今回は急な要請にもかかわらずよくやってくれたね。報酬を受け取ってほしい。また何かあったら頼む。戻ってきましたね。念のため自爆コードが入力されました。自爆だと？なぜそんな機能を搭載している？ロマンに決まってるじゃないか。機械に自爆はお約束だよ。マルコ、お前は何を言ってるんだ。総員速やかに退避してください。二人とも喋ってないで今すぐここを離れないと。わからん。再起動してもダメじゃ。戻ってきましたね、ストック。アリステルが繁栄するためには彼は必要ということなのでしょう。君の些細な興味がこの世界の未来を左右することもあるんだ。しかしなぜ自爆装置なんかがあるんだ。それは自爆がロマンだからさ。
ストックが正しい道を歩めるように祈っています。念のためこれまでの行動この外伝の世章の書を持ってきたか。それには第四の秘伝神羅万象の技が記してある。その技を身につける良い格秘伝が一つ。神羅万象習得の儀、いざ参る。負けられぬ戦いだ。出たようだな。見事だガフかよ、うん、もはやわしがお主に教えられる秘伝の技は残ってはおらん。よく耐え抜いたな。わしはお主のことを誇らしく思うぞ。これも全ては死の教えがあったからこそ。死をこれまでのわしへの試練に付き合ってくれたことに感謝申し上げます。そして今日までの教えしかと受け止め、明日への礎といたします。ブルートの誇りと信念を持って迷うことなく進むがいい。さすればお主たちの道は必ずや開かれることであろう。ガフかよ、もうお主に教えられることは何もない。ブルートの名に。いらっしゃい。